どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日は日本のロック界のボス、ドン、ゴッドファーザー、矢沢永吉さんの曲いきます。時間よ止まれ。こちらの曲をガズレレ流簡単バージョンで、このちっちゃいウクレレでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョンでやります。後半はかっこいいバージョンやります。ちょっとこうリズム、やっぱこう軽やかにリズムをシャキッと入れて、キュッとこう引き締まった感じで、かっこいいバージョンやろうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、いつも頭ながら流れてる曲をCD を聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけれども、楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、これ皆さんぜひ始めてください。これすっごい気持ちがいいんですよ。最高なんです。とはいえね、楽器やったことない人はちょっと私は音楽は無理だなとか、俺には音楽ちょっと楽器は無理できないという方多いんですけれども、ウクレレだったらですねできますから。本当に弦4本だし、ちっちゃいからいつも触ってられるんでね、そういうことでどんどん できるようになるんです。それで なんでできるかというと、もう一言で言ったら簡単ですよ。簡単だからです。はい、簡単なんですけど、やり始めたらわかります。その奥深さがすごいんですよ。なんでもうほんと ずっとね楽しめるね、あのパートナーになってくれると思いますんで、ぜひ気楽に始めてみてください。今見てるの YouTube、 カズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになりますからね。で YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られて無料ですからね。まあちょっとやってみようかなって感じでやってみましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところでジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ俺できてんじゃねえのすぐってなりますから、はい、やってみましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が、このちっちゃいウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画としてもうすでに700曲以上アップロードされております。最新 J-POP、 定番の J-POP、 昭和歌謡曲、演歌、夏メロ、ハワイアンいっぱいありますよ。洋楽もたくさんあります。アニメソング、映画の曲、いろいろな曲をもうほぼ毎日アップロードしてますん で今までやった曲はですね、ここのさっきのリンク先のとこから検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするしているようになってますんで、お気に入りの曲をどんどんやりましょう。じゃあ行きましょう。時間よ止まれ。まずは初心者さんでもできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。でーでーでー、
矢沢永吉さんの時間よ止まれ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーセクシーな曲ですよね、大人の曲です。はい、今のはガズレレ流ショートカットバージョンでお送りしております。1番2番やって最後のエンディングっていうことになってますので、3番の部分をこう書き足すとできるんですけど、コード進行一緒ですので歌詞だけ書き足して自分だけのオリジナル歌本を書いてください。でテロップと一緒にできたなという方は今度はノート自分だけで書き出して自分だけで演奏してみましょう。その時の参考になるように私のノートブックを見ていただこうと思います。イントロがこんな感じで今の伸ばしてますからね、これね。で下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンでできれば使いたいコードということでございまして、後で解説します。でここから歌が始まりますと。はい、メモってってください。一時停止でシンプルなんですけど、この歌のねこのブルースというか R&B というかちょっとこう渋みの入った大人なこうラブソングという感じですけれども、はい、メモってってください。ここもちょっとコード変わったりしてますからね。下のくるっと囲ってるやつはかっこいいバージョンでやるコードということで、はい、このバースがこのままこの繰り返しになってるんですけど、この2番でね、で、あ、ちょっと この辺までか。こんな感じかな。はい、すみません。一時停止。ここ伸ばすとか、こうメッセージが入ってますけどね。はい、で、ここは2番なんですけど、ちょっとこの尺が足りない感じだったんで、ちょっとキュッとこう、縮まってますんで、ちょっとご注意ください。はい。ちょっと、はい、ちっちゃい表記になってます。一時停止でいけるかな。コード進行は、1番と全く一緒ですからね。で最後に、この Stop the World っていうこのエンディングのやつが入って終わるということになっております。はい。ちょっとわかんないところは動画内のテロップと確認してみてください。じゃあコードの確認いきましょう。今日ね、この C、AUG って これね、これあんまり見たことないでしょ。これがね、ちょっと肝になるコードで、簡単なんですけどね、ちょっと後で解説しますけど、まあ出てくるコードずっと言いますね。C と Am、A7、D7、G7、Em7、と CAUG。まずこの CAUG 後で解説するとして、この今文字出てるやつね。これは超入門コードです。ガズレレ流の。このコードは、はい、ガズレレ必須コード、いつも出てくるやつなんですけど、これなんだっていう、かとですね、コードっていうのを覚えなきゃいけないんですよ。こういう音の要素。これを覚えようと思ったって、覚えようと思った時にね、本当に何千何万という星の数ほどコードっていうのは正確に言うとあるんですけど、全部覚えようなんてそもそも無理です。じゃあどうやって覚えようかっていう時に、ウクレレにとってすごく便利なコードをまず覚えましょうと。そしたら、ウクレレをやってる人にとってはめちゃくちゃ便利なんですよ。その簡単コードをまとめたのがこのガズレレ必須コードで、10個ぐらいあります。10個あるんだけど、1個ずつ見たら指1本のコードもいっぱいで簡単なんですけど、まず覚え方が大事になるということで、私がめちゃくちゃ覚えられる、わかりやすいそのガズレレ必須コードを解説した動画をここに貼っとくんで、ここで覚えてください。必須ですから、覚えて楽しくやりましょう。さあ、そして早速行きましょう。さっきから言ってる CAUG というコード。これ、正確には C、オーギュメントというらしいですけれど。C と、1弦の3フレットと4弦の1フレット一緒に押さえるということでございまして。まず C がここでしょ。で、ここなんですよ。CAUG ってここ。はい、だから C から CAG ってこう CA オーギュメントってコード進行だから、つめないやつさ、ここを足すだけなんですよね。はい、これは結構あの初心者の方でもできると思います。やってみてください。はい、ではこっからかっこいいバージョンに入っていきます。今のは4つ弾きでシンプルに歌ったということです。今度やっぱりリズムですよね。これはですね、あの矢沢永吉さんの YouTube でいろいろ見てみたんですけど、アコースティックバージョンでやってる バージョンがあったり、バンドでやってるバージョンがあって、ちょっとアレンジが変わってるんですけど、基本的にはあの音源のレコードの感じの雰囲気でいいかなと思って、考えてます。そうすると8ビートのチャットリズムがやっぱりこれふさわしいかな。ちょっとやってみましょう。こんな感じ。これあんまりガツガツいく感じじゃなくて、余裕のある大人のね、こうダンディーな感じが8ビートのチャというイメージですけど、この弾き方でやりたいと思います。チャ、ドン、チャ、このチャがポイントですね。はい、この8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を見て覚えてください。すごいですよ。はい、8ビートのチャはですね、まず最初、8ビートという超基本リズムが分かってる人でないと、ちょっとチャまでたどり着けないと思います。順番を得て、8ビートをマスターしてから8ビートのチャ。今度順番でマスターしていく。リズムができる。これストロークって言うんですけど、こういうのができると、すごくやっぱりこう、リズムの、こう、感触が良くなりますんで、ぜひマスターしてください。ということでございます。よろしくお願いします。あとコードの、かっこいいバージョンのコードの解説を忘れておりました。まずね、今回は、A というコードと F メジャー7。この大文字の M は メジャー。こっちの小文字の M はマイナーということにガズレレでは知っています。まず A から行きましょう。A っていうのは、まあこれも簡単ですね。A7 と A マイナーのところを押さえる。これ、こことここの2つ。これが A です。はい。次の F メジャー7っていうのはね、
これがちょっと厄介もんというか難しいというか、はい、これえって感じでしょ。5フレット3弦と4フレット押さえる場所はこことここになります。このボタンがついてるでしょ、ここ。これが5フレットの合図なんで、こんな感じで押さえるのをおすすめ。この指で押さえるのを一応ガズレレは推奨してます。まあこっちはこっちでもいいですけどね。なんでかというと、こっちにパッと戻るときに、この部分ちょっと、なんていうの、距離があるからね、ここからここまでに。パッとこうアドバンテージがあるかなということなんですけど、まあ、まあいいですよ、これでも。音が綺麗に出てて、次の、この影響がなければ。はい。F メジャー7。ここは、かっこいいコードなんですよ。なんとも言えないコード。はい。このコードを使っていきます。で、あと、これ、イントロのストロークなんですけど、じゃんじゃじゃすかじゃーん、じゃんじゃじゃんじゃ、ちょっと伸ばし気味ですね。1,2,3,4 じゃんじゃじゃんすか、ちょっと大きい感じのイメージでやってみましょう。で、あとここのこの人にかけるのところね、この人にかける、ここの F メジャーセブンのところ、ここも今見たら大きい感じ。この人にかけるダンダダツカパーンみたいな感じで伸ばしていく。ダンダダツカパーン。ここでこう、ザーッとこう開ける感じが、イメージできるといいと思います。この曲はやっぱシンプルにこう、ストレートに、ちょっと大人な感じの、脱力してるようなこの、大人の包容力みたいなこのストロークの感じがいいと思うんですけど、イメージしてやっぱり、情景をね、思い浮かべて、感情表現持ってきました。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。矢沢永吉さんの時間よ止まれ、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いいですね、この大人もなんかこうグッとこうテンション上がっちゃいます。なんかこう溜めたいね、このうーわーとかこのブルースというかこう R&B というかこう溜めたり、その駆け引きがこのなんていうかこのリズムのこのストロークと相まって、本当にこう夢中になりました。ありがとうございます。皆さんも大いに歌ってください。音楽はねやっぱりあれやるのがいいですね。皆さんもどんどん楽しんでいきましょう。ありがとうございます。さあガズレレですけど、このちっちゃいウクレレ1本持って日本中でイベントやってます。初心者から、もう上級者までみんな来てください。はい。そんな最新情報と、あとこれを使ってるウクレレの情報と、あと本いろいろ出してます。ベストセーラー作家です。はい。最新情報この後動画でひっつけときますんで、お時間ある方もない方もご覧になっててくださいませ。今日は見てくれてありがとうございます。それではご案内動画どうぞ。はい。そういうわけで、まずはガズレレ .com ホームページをご覧になってください。このガズレレホームページを見たら大体のことはわかると思います。はい。ホームページのリンクここにカチャッと貼っときますんで、ホームページ確認してください。
ください。さあイベント情報ですけど、はい、こちらです。ずら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 と並んでおります。9月の22は宮城県名取イオンモールです。はい、島原楽器さんのイベント。その次はその翌週です、山形の天童イオンモール行きます。はい、このような感じで9月は東北攻めますよ。で、ガズレレのイベントは何やるかって言ったら私のライブではないんですよ。すごくいい話と音楽がさらに楽しくなるこのことをシェアするとか、質問にもいろいろ答えます。なんで超初心者から超ベテランまで一緒の場所にいて本当に楽しめます。一回来ると分かりますけど、その後の音楽人生が間違いなく楽しくなるやつなんで、お一人様も大歓迎、もちろんお仲間同士も大歓迎。とにかくね、ちょっと変わった音楽イベントでございまして、楽しみましょう。待ってます。はい、その後は九州行ったりなんかしますからね。ちょっと10月11月はで、11月11日は東京で錦糸町でガズレレの日、11月11日1が4本でガズレレの日に勝手に制定してますので集まってください。最新情報としては12月7日に、はい、ララポート湘南平塚でやります。こちらの島村さんのイベント、これは情報公開になったばっかりです。ずらっとすごくこうイベントが並んで、もう本当に会いに行きます。全国このちっちゃいウクレレでつなぐ音楽の輪、こんな感じでいきたいと思います。あとガズさん、このウクレレをですね、今クラウドファンディング大成功を収めて、これを皆様のご支援者の様に届けたんですけど、このウクレレをですね、通常販売に向けて今向けあの製造とかそのサイトとか構築しているところで、もうちょっと待ってください。これ通常販売皆さんにも手にお届けできる、これウクレレはすごくいいですからね。あとは最新情報としては本ですね。この本なんかもう今今年の夏はこれがもう皆さんのお手にお手元に届いてもうベストセラーをいただきまくっております。感謝でございます。100曲入り、超簡単に弾けるみんなが弾きたい曲まとめてます。本屋さん、楽器屋さんに必ず置いてあると思う。ない方は注文してください。他にもガズさん いろいろね、本出してるんで、はい、見てください。いい本も出してるんですよ。主婦の友社からね、この本とかも見ていただければと思うんですけど、そんな感じです。あとね、ブログを書いてるんですよ。これガズさんのブログ、さっきのホームページに書いてあります。そこで言ってることをね、話してる。ガズトークという YouTube チャンネルを持ってるんでね、ちょっと探してみてください。いろいろやってるでしょ。私こうやって作り上げるね、こう生み出すことがすごい好きなんで、皆さんもどんどん乗っかってきてください。ありがとうございます。じゃあまたガズレレ遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。さよなら。